電子レンジ20個もごっそり在庫から消えてた。街でいろんなものがなくなってる。列車は衝突するわ、行方不明者は出るわ、ベルモント軍はずっと停電だし。私の推理を言いましょうか。きっとこれはロシア人の陰謀よ。デビー、この街で起きてることとロシア人は関係ないと思うが、夜間外出禁止令を出し皆の安全を守ろう。誰の仕業かはっきりするまで納得しませんからね。絶対にソ連よ。あなたじゃ頼りない。クルイット保安官を探して。今全力で捜索中です。マーキアンドレスさん。ああ、水曜の朝から俺の無線がめちゃくちゃなんだ。ある周波数に合わせてみたら、なぜだか軍隊の通信が入るんだ。ノイズだらけで。何なんだあれ、聞いてないか。マーキアンドレスさん、ちょっとこちらで話を。まるで無線がハイジャックされたみたいで。それは大変でしょう。どの周波数か分かります？分かると思う。13201。アーチ、その件は一気に言ってくれ。おい、見るな、いるか？いえ、見てません。ガレージの地面が沈んだ、30センチぐらい。分かった、後で。おい、トム、見るな、どこだ？事務所の方見ました？事務所ね。ずっとほっとかれてるのよ。おい、ロシコ。一列に並んで。ロシコ、無線をかき集め、この周波数に合わせる。いいな。え？おい、見るな。はい。スクランブル解除できる無線スキャナーある。ボイスインバーター？何でもいい、それ持ってきてセットしてくれ。はい。何なんだ。空軍が割り当て以外のチャンネルを使ってる。あんたんとこのガキが昨日うちに来たぞ。車嵐の容疑だが白だった。おい、息子によく言っとけ、俺のうちには近寄るなって。俺の娘にもだ。Thank you.